電気街の本屋さんは、水あさとによる日本の漫画作品。月刊コミックフラッパーにて、2011年7月号から2017年12月号まで連載。2017年6月時点で1から14巻までのコミックス累計発行部数は100万部を記録している。日本のとある電気街に立つ架空の書店、コミック馬の骨を舞台に、 店員たちの日常を描く青春ラブコメディ漫画である。物語の中心となる7人の店員はそれぞれ強い、個性を持つ。時系列に従って、登場人物間の関係など微妙な変化がある。また、原則として1話ごとに話題の変わる漫画であり、作品を通した物語性はない。2013年8月にはドラマ CD が発売されている。日本国外においては、 超広し出版社より翻訳版が出版されている。2014年5月にテレビアニメ化が発表され、同年10月から12月まで放送された。未完ブック数2名と日本国外においては、超広し出版社より翻訳版が出版されている。ホブイリコーズから2013年8月5日に、コミックトラの穴限定で発売。脚本は第2話を、水は里が、それ以外を、 日暮れ茶坊が担当している。また、CD ジャケットは水朝とが書き下ろした。2014年5月にアニメ化が発表され、2014年10月より12月まで放送された。テレビアニメの放送を記念して2014年10月には、求人情報サイト、バイトルとのタイアップ企画が行われ、特設サイトには、コミック馬の骨の求人広告が掲載されている。 PD, DVD, CD ありがとうございます。